辻元清美君から関連質疑の申し出があります。細野君の持ち時間の範囲内でこれを許します。辻元清美君、辻元君。民進党の辻元清美です。先ほどの細野委員の憲法の議論を聞いておりまして、まず冒頭1点確認をさせていただきたいことがあります。総理もよくですね、最後は国民が決める、その通りなんですが、この憲法改正というのはどういうときに議論が始まるのか。一つはですね、国民の皆さんが主権在民ですから、ここを憲法を変えてもらわないと人権が蹂躙されるとか制約されるとか本当に困るという声があっちからもこっちからも出てきて、ここを憲法を改正してほしいという非常に多くの国民の皆さんの声が出てきたら、それを立法府で受け取って、それでは変えましょうかと、議論しましょうかというのが主権在民の国の、立憲主義の国の憲法改正のプロセスだと思います。今日はですね、前大臣いらっしゃいます。もう一つはですね、それぞれ皆さん所管されてる、ちょっとお聞きしたいんですが、前大臣揃っていらっしゃいますので、それぞれの所管、日本の国民の暮らしやさまざまな社会を守っていく上でほぼ森羅万象、今日お揃いの前大臣が所管されていると思いますが、皆さんご所管の政策で憲法のここを変えないと、ご所管今所管されているこの政策が遂行することができないということをお感じになっている、お持ちの大臣がいらっしゃいましたら挙手をして答弁してほしいんです。いかがでしょうか。と言いますのはですね、先ほどから憲法審査会の話が出ているんですが、実は憲法調査会から、2000年にできました。そして約17年間国会で、調査会、それから調査特別委員会、審査会で議論してきたんです。私は2000年の最初からのメンバーでした。でこのですね、約17年間に235回国会で、憲法の調査や審査をしてまいりました。逐条審査もしてきてるんです。実はですね、例えば個別テーマごとの各論調査、それから各条や各省の点検も、例えば181国会から183国会まで3国会にわたってしてまいりました。しかし17年間議論してまいりましたけれども、ここがというところがなかなか出てこなかったのは、やはり国民の中からですね、ここを変えてもらわないと本当に自分たちの生活や人権が制約されて困るという声がなかったことの証左だと思うんですよ。でですね、例えば先ほど出ておりました自民党の憲法改正草案ですが、国防軍の話ありました。反対の方が多いです。国民の中から、ああ国防軍にしてほしいとどんどん声が出て、それを各党が取り上げてこういうふうにしましょうかというのがプロセスじゃないですか。とかですね、私驚きましたのは自民党の改正草案で表現の自由です。公益を害する活動や結社は禁止。これですね、国民の側から表現の自由の制限をしてほしいという声が、国民の人権を守る法務大臣ありましたか。ないんですよ。ですからね、各政党はこの憲法改正に、私はやはり立憲主義の憲法を議論する原理と作法があると思います。自民党お出しになってます。しかしですね、私たちは国民の代表ですから、なぜこの案を撤回白紙と申し上げているかというと、国民不在だからなんです。で、世界中見ましてもね、どこの国も憲法改正やっておりますよ。しかしここ困るなというところを、その声を受け止めてやってるわけです。丸ごと憲法改正案を出している政党がある国は私は存じ上げません。そちらの方が異例であり異常であるということを総理はご認識なさった方がいいんじゃないでしょうか。違いますか。私ね、総理ね、そういう案を出してない政党は無責任であるというのは全く
本末転倒だと思います。国民主権、自民党の憲法改正草案は国民不在ですよ。ですから白紙ということに抵抗があるんだったら総理にお聞きします。一回棚上げした方がいいですよ。自民党のためですよ。いかがですか。安倍内閣総理大臣。我々、自由民主党はですね、すでに憲法草案をお示しをして、その上で、選挙に臨んでいるわけであります。でその上でここにいる議員は当選をしているわけでありますし、私もそうです。ですから国民不在というそのご指摘は全く当たらないのではないでしょうか。つまりそれは我々を支持した人々はですね、それは辻元さんの面には全く入らないということだと思いますが、そしてそもそもですね、そもそも確かに私たちが出している草案についても十分な理解を得ていません。ですからそうであればですね、そもそも3分の2の形成は難しいでしょうし、たとえ3分の2を形成したとしても、これ国民投票に付したらこれ否決されると。これはこういう仕組みでありますから、我々はその中において、自民党の議員は憲法を改正した方がいいと考えているわけでございます。しかしですね、その中でもさまざまな、自民党の中にだってさまざまな意見はもちろんあるんですよ。自民党草案をこの議論したときにはその中でもさまざまな議論がありました。しかし最終的に決まったら自民党はこれでいこうということになっているわけであります。ただ先ほど来申し上げておりますように、これがそのまま通るとは私も考えてはいないわけですよ。ですからそこは、政治は現実の場でありますから、そこはさまざまな議論をする中において、これは、国民投票に付すための、案がですね、憲法改正案がですね、3分の2を形成するための案ができる上においては、これは我々の考え方とは違うというか、このそのままではないだろうと、こう思っているわけでありまして、その前のものをですね、撤回するというのは、これ、まだまだ出していないわけでありますから、この基本的な考え方としてお示ししているものを撤回するか撤回しないかということではないんだろうと、このように思います。委員長。辻元清美君。それぞれの国の憲法改正のプロセスをよく勉強なさった方がいいと申し上げておきます。私は、丸ごとの憲法改正案を出すという行為そのものを、政治を不安定にすると思います。そして国民不在と申し上げましたが、国民不安ですよ。押し付け憲法論というのがありましたけれども、これは国民不在の押し付け憲法改正草案じゃないかと申し上げて、次の質問に移ります。今日はですね、安全保障の議論、浜田委員長とも散々ここでいろいろ委員長されてましたけれども、いよいよ南スーダンに PKO が行きます。稲田大臣にその前に基本姿勢を1点2点お聞きしておきたいと思います。防衛大臣にお付きになりましたから。一つはですね、核保有の問題なんです。これは大臣就任の時も記者会見などで問題にされました。こういう発言を稲田大臣はされております。長期的には日本独自の核保有を単なる議論や精神論ではなく、国家戦略として検討すべきではないでしょうか。でこれを問題視されて、さまざまなところで指摘も受けておりますが、稲田大臣、この場でですね、国会の場でこの発言は撤回するということをはっきりおっしゃった方がいいと思います。これは日本の国是と全く違うと思うし、防衛大臣をお務めになりたいのならば、この場でこの発言、今ここに私発言されている活字になっておりますのでね、国際的にも違ったメッセージを出されては困ると思いますので、稲田大臣、この場で発言撤回すると一言でいいからおっしゃったら次進みますから、どうぞ。稲田防衛大臣。私がまだ大臣にもなる前、対談の中で、文脈の中で、憲法上、必要最小限度の自衛の措置は認められているというその文脈の中で、そういった発言が雑誌の中であったと記憶をいたしております。しかしながら、私記者会見の時にも申し上げましたように、私は今日本が
核保有をすべきではないというふうに思っております。そして、非核三原則、しっかりと守っていくべきだと思っております。辻元清美君、いつもですね、今撤回すべきではないとおっしゃるからです。いや、今保有すべきではないとおっしゃるからですね、問題になるわけです。大臣、私が申し上げているのは、その、お話は記者会見等でもされているのは承知しております。ただですね、安倍総理もですね、つい先日の本会議で、核兵器のない世界を目指し、国際社会とともに努力を積み重ねてまいります。今ですね、北朝鮮の核実験の問題に直面をしております。そんな中で、世界中、北朝鮮に対してもしっかり批判をして、これを止めていかなきゃいけない。一方、防衛大臣が、いや、今は必要ないと思っていると、そういう曖昧ではですね、国際的にも信頼をなくすだけではなく、主張ができなくなる、それも防衛大臣ですよ。ですから、活字になって一人歩きしますから、この発言は撤回すると、国会の場でおっしゃっておいた方が、稲田大臣のためになるんじゃないかと思って、私は質問してますよ。撤回すると、一言言ってください。稲田防衛大臣。核兵器のない世界に向けて全力を尽くす所存でございます。委員長、辻元清美君。いや、撤回する、いや、よく私たちもね、こういう雑誌なんかあるんですけれどもね、発言っていうのは何言っても言い訳になるんですよ。ですからね、もうこれは撤回しときますとはっきりおっしゃったらいいんですよ。活字だから世界中の人読めるんですよ。私だって入手できてるんだから。撤回しますと、防衛大臣として、日本の防衛大臣として一言おっしゃった方がいいですよ。もう一度。稲田防衛大臣。非核三原則を堅持し、核のない世界に向けて全力を尽くす所存です。委員長。辻元清美君。その態度そのものが、なんでこれ撤回すると言えないんですか。その理由を教えてください。はい、どうぞ。撤回すると言えない理由。稲田朋美防衛大臣。雑誌の中で憲法9条の下で、最小限度の自衛権の行使はできるという中において、その検討すらしないっていうこと自体が憲法に違反するという文脈の中で、そういった発言があったかと思いますが、現実問題、我が国は非核三原則を堅持し、そして核のない世界を目指し、私も防衛大臣として全力を尽くす所存でございます。ダメだ、これダメ。辻元清美君。時止めて、ちょっと、だってこれ、国税の問題ですよ、国税の問題。辻元清美君。じゃあ、ちょっと言います、これね、私、大きな問題だと思います、一言やっぱり言うべきですよ。だって長期的に検討すべき、今も検討するとおっしゃったですよ、その道まで閉ざさないっていうような、委員長ですね、これちょっと理事会で協議してほしいんです。私は文章でこの発言を撤回するということを防衛大臣として、特にこの北朝鮮の核実験と直面している我が国、非核三原則を持ってるだけではありません、広島長崎の皆さんもいるんです。国連の中で CTBT、 この間も賛成をしてるじゃないですか。ですから文章でですね、撤回をするということを私は出していただきたいと稲田防衛大臣に求めておきますので、理事会で協議してください。理事会で協議いたします。辻元清美君。もう一点ですね、お聞きしたいことがあります。稲田大臣はですね、こういうことをおっしゃってます。自国のために命を捧げた方に感謝の心を表すことができない国家であっては防衛は成り立ちません。これは日本という国家の存亡にまで関わるとおっしゃってます。で、ところがですね、そうおっしゃってる大臣が、
まあ、その国防の責任者になられてですね、今年の8月15日です。これは防衛大臣になられての初めての8月15日、全国戦没者追悼式がございました。これはですね、閣議決定までしてですね、天皇皇后両陛下、総理大臣、両院議長をはじめですね、政府の公式の追悼式、今年は5800人の遺族の方、遺族の方、ご高齢の方多いです、全国から出てこられてるんです。で、これは先ほど天皇陛下のご公務の話ございましたが、最重要のご公務だと言われております。で、これをね、欠席されたんですよ。で、あなたですね、いつもですね、命を捧げた方に感謝の、心を表すことができない国家ではなりませんと言っているにもかかわらず、全国戦没者追悼式、これにですね、欠席するというのは、私は現行不一致ではないかと思いますよ。そう思いませんか？いつもおっしゃってることと違いますか？政府の公式ですよ。そして調べました。閣議決定されてから、防衛大臣で閣議決定されてから欠席したのはあなただけなんですよ、今まで。現行不一致じゃないですか？いかがですか？稲田防衛大臣。私が松常々、日本の国のために命を捧げた方々に感謝と敬意、そして追悼の思いを持つということは、私は日本の国民の権利でもあり義務でもあるということを申し上げてきました。そんな中で、義務というよりも心の問題ですね、心の問題ですというふうに申し上げてきました。その中で今回追悼、国立戦没者追悼式へ出席しなかったというご指摘ですけれども、それは誠にその通りでございます。そして、その理由については、就任後、国内外の舞台について、一日も早く自らの目で確認して、その実情を把握して、また激励もしたいという、そういう思いから、舞台の日程を調整をしてきた結果、残念ながら出席をしなかったということでございます。反省してますか？大変残念だったと思います。委員長、辻元清美君。これね、急にジプチーの出張が入ったと言われてるんですけどね、8月12日にですね、13日に日本出発して、15日を挟んで16日に帰国されてるんですよ。12日に持ち回り閣議でバタバタと出発してるわけです。確かに各世界各国、日本の国内の自衛隊の現場を防衛大臣が視察されること、激励されることは大事ですよ。しかしね、あなた日頃言ってることと違うんじゃないですか？こうもおっしゃってますよ。いかなる歴史観に立とうとも、国のために命を捧げた人々に感謝と敬意を表さなければならない。毎年靖国神社行ってこられましたね。で、このジプチのなんかですね、そのいつもおっしゃってることと、それも公式行事ですよ。先ほどの、天皇のご公務の話がありましたけれども、何回もおっしゃる言葉を遂行されて書き直されたという報道も出ておりました。そんな中でですね、あなたの戦争で亡くなった方々への心を捧げるというのは、その程度だったのかと思われかねないんですよ。ですから、そんなに緊急だったんですか？いかがですか？稲田防衛大臣。今までの私の発言、読み上げられた通りです。その気持ちに今も変わりません。今回、本当に残念なことに出席できなかったということですが、ご指摘はご指摘として受け止めたいと思います。
辻元清美君。私たちですね、国会議員は例えば地元でですね、式典があったり集会があったりします。この日もですね。でも防衛大臣ですよ。ジプチ行きたくなかったんじゃないですか。稲田大臣がいつもですね、8月15日に靖国に行くと、防衛大臣が行くと問題になるからですね、回避をさせるためではないかと報道されてるんですよ。あなたは、私は防衛大臣だったら信念を貫かれた方がいいと思いますよ。南スーダンの質問します。南スーダンについて、これも防衛大臣です。でこのですね、安保関連法強行採決から約1年経ちました。いよいよですね、動き出す可能性があるんです。その第1弾が南スーダン PKO の新任務の付与だと言われております。この中でですね、南スーダンご承知のように7月の8日からですね、大統領派と前、第一副大統領派の間で大規模なですね、衝突が起こっている。7月といえば参議院選挙の頃ですよ。そしてですね、270人の死者が出たと言われていますけれども、私現地のですね NGO の方に一昨日電話をかけまして、ヒアリングをいたしました。そうすると現地では1000人ぐらいの死者が出てるんじゃないかと言われてるんです。と言いますのは、現地でご遺体が腐敗するのでですね、すぐに埋めてしまった、いろんなところで被害の実情がわからないと言っています。でここでですね、ほんの2ヶ月前には、戦車や武装ヘリ、ロケット砲も使われたと言われてます。で国連の施設にも砲弾が撃ち込まれ、多くの死傷者が出たと。戦闘で、約4万人が退避したと言われています。 PKO 部隊にも死者が出ております。これは中国ですけれども、そんな中でですね、この南スーダン PKO 5原則のことも含めて揺らいでるんではないかという懸念の中で、この新任務、いわゆる宿営地の防護やですね、他国軍や、民間人含めてのいわゆる駆けつけ警護というものなんですね。まず総理にお伺いします。現在ですね、2ヶ月半経っております。この中で、自衛隊がですね、活動しているエリアも含めて、この南スーダンの状況、そして PKO 5原則は崩れてないというご判断でしょうか。安倍内閣総理大臣。南スーダンにおいてはですね、本年7月に、首都ジュバ市内においてキール大統領派とですね、当時のマシャール第一副大統領派との間で衝突が発生し、治安が悪化したことから、政府として引き続き緊張感を持って現地情勢を注視をしているところであります。他方、衝突発生後、双方が敵対行為の停止を表明して以降ですね、これ衝突発生後、これ直ちに双方が敵対行為の停止をこれは表明したわけでございまして、大統領も、第一副大統領もその指示を出したわけでございますが、現地の情勢は比較的落ち着いているというふうに承知をしております。当該衝突については現地に派遣されている要員からの報告や我が方大使館、そして国連からの情報等を総合的に勘案すると、 PKO法上のですね、武力紛争のが新たに発生したとは考えていません。また当時の第一副大統領派等が紛争当事者に該当するとは考えていないわけでありまして、したがって PKO 参加5原則は維持されていると考えております。委員長、辻元清美君。私ですね、今お聞きしたことはちょっと上辺って感じします。そのおととい聞きました話ではですね、確かにですね、この、自衛隊のですね、宿営地があるあたりはですね、収まってるんですが、そこから6、7キロ先になりますとですね、まだ銃撃戦があると。6、7キロというと、東京駅から新宿ぐらいです。というですね、話を直接、15日まで現地にいた NGO のスタッフに聞きました。
でですね、これ大統領派があの PKO の増派を反対してたんですね。なぜかと思ったら、要するに避難民を収容している、ちょっと上げてもらえますか、 UN ハウスの近くに UN ハウスというのがあるんですが、これは国連です。この近くにですね、避難民の、まあ収容施設があるんですが、ここがですね、副大統領派と言われている部族が多く避難しているということで、政府軍と言われる大統領派が攻撃しているというわけですよ。そうすると避難民やその避難民の保護のためにですよ、避難民を保護している国連の職員というのは主にそこで働いている。そしてこの UN ハウスの近くに自衛隊の施設隊の作業現場もあるわけです。そうしますとですね、どういうことが起こっているかというと、なぜ増派を大統領派が嫌がったかというと、 PKO 部隊はこの避難民の収容所というか避難所みたいなところにですね、反政府軍と見られている副大統領派の部族がたくさんいるから、そこを政府軍が攻撃したりするもんだから、そうすると PKO 部隊がそれを防ごうとしたら政府軍と戦うことになってしまうわけですよ。ですから PKO 5原則はその政府の当事者の原則受け入れの合意がないとできないというところがもうすでに崩れかけてる、また崩れてるんじゃないかと各国が懸念を始めてること、大臣、稲田大臣ご存知ですか。稲田防衛大臣。当然あの南スーダンの現地情勢は注視をいたしまして、日々報告は受けているところです。まあ、本年7月ジバにおいてキール大統領派と、まあ、当時、マシャール第一副大統領派との間で、衝突が発生をして治安が悪化したけれども、今は停止を表明して以降比較的落ち着いているというふうに承知をいたしております。また現地からの報告によれば、ジバ市内は比較的落ち着いていて、引き続き情勢を注視したいと思っております。まあ、隊員の安全確保に細心の注意を払いつつ、まあ、今後も活動を実施したいと思っております。はい、辻元清美君。今の答弁では心もとないです。でですね、この避難民が退避している施設、ここをしっかりですね、どういう現状で、どういう自衛隊の隊員の方も調査されてると思うんですが、大臣、今度ですね、視察の予定があると聞いております。いつからの予定を考えていらっしゃいますか。予定で結構です。南スーダンに、これは行かないとですね、新任務を付与するか決めらないと思いますが、いつから行きますか。予定で結構ですよ。稲田防衛大臣。予定で結構です。国会中でもあり、状況が許せばできるだけ早く行く予定をいたしております。辻元清美君。昨日紙をいただきましたら、国会の方にですね、まあ、許可をというのはそれはそうですが、10月7日からですね、3日間行かれるという紙を防衛省からいただきましたが、今これで準備は進めているということでよろしいですか。いかがですか。稲田防衛大臣。今状況が許せばできるだけ早くということで、調整をしているところでございます。辻元清美君。私ですね、まあ、10月8日にジバに着かれた場合 の日程表みたいなものを今、持っております。でこれはですね、いや昨日これ防衛省から届きましたよ。それでぜひですね、大臣、どうもお聞きすると、空港の近くと、そこにいる自衛隊の宿営地のあたりは、おっしゃるように安定しているようなんです。先ほど私が申し上げた UN ハウスというですね、国連の司令部がある地域、そして避難民の現状、例えば、国連のこの調査団はアメリカの国連大使が、
団長になって先日数日間滞在をしてですね、これは本当に PK を続けられるかどうか調査をされています。ですから少なくともですね、その国連のユエナハウスがあるその近所、ここは絶対行かなきゃいけない、場合によっては一泊ぐらいしてですね行かなきゃいけないんじゃないかと思っております。いかがですか、私の意見も聞いていただけますか、いかがですか。はい、稲田防衛大臣提案だ。今日程調整中でございますので、今委員からのお話もいただいたところでありますので、そういったことも考慮しながら日程を詰めてまいりたいと思います。委員長。辻元清美君。次にですね、自衛隊の安全対策です。先ほど申し上げたようなところに新任務となると戦闘に巻き込まれるリスクはやはり高くなる、これは認めざるを得ません。そこでですね、 PKO の南スーダンの部隊、医官医師ですね、何名行ってますか。辰巳、統合幕僚幹部総括官。医官は3名ですが、その他に衛生関係の職員を隊員を含めると10名ぐらいおります。はい、辻元清美君。350人で医官が3名なんですよ。そしてですね、先ほど申し上げた状況の南スーダンに行くわけです。そしてですね、これ国連レベルで言えば1の医療活動だと思うんですが、これは日本の医官のは手術などができますか。塚原太郎大臣官房衛生官。お答えします。国連 PKO の場合の国連の医療体制につきましては、はい、ステップ1からステップ3というそれぞれの、はい、そういうものになっておりますけれども、はい、ステップ1の施設につきましては、あくまでも初期治療をするということでありまして、はい、手術についての能力を求められているというところではございませんで、ステップ2の方にカンボジアの施設がございますので、そちらの方に移送いたしまして手術をするということになっております。辻元清美君。ですね、こういう南スーダンに送っている自衛隊の部隊に医官3名でステップ1手術することはできない部隊が言ってるわけですよ。でこれでね、いいんでしょうか。そしてですね、今ですね、こういうことが政府で議論されております。このですね、例えばですね、6ミリ弱のライフルの弾が貫通したらどれぐらいの傷になるか、アメリカなんかはこれ研究進んでますけど18センチなんですよ。そして2分以内に止血しないとですね、死亡する率がぐっと高くなる。でこんな中でですね、TCCC というですね、死亡を防げる、それは野戦です。医務官が3人いて、そこに連れていかなきゃいけないようでは、これは話にならない。ですから、部隊で緊急のですね、例えば喉を切開してですね、その場で対処できるとか、そういう、言ってみれば、野戦体制のですね、医療技術をしっかり自衛官が持つと、これですね、検討会が開かれてるんです。このですね、教育検討会の中身は結構ですので、この教育プログラムはいつから、開始されるのか、そしてこの、そういう技術を持った、隊員が誕生するのはいつなのか、その部分だけお答えください。太田衛生官、塚原衛生官、失礼しました。大戦救護能力の向上につきましては、平成25年度に策定をされました中規模を踏まえて検討しているものでございまして、今般専門家におきます検討会の報告書をいただいたところです。この内容を踏まえまして、平成20年度の前半には大戦救護に関する教育を開始すべく、平成29年の前半には開始すべく、カリキュラムの検討でありますとか、教育体制の整備に努めてまいりたいと考えております。辻元清美君。平成29年って来年ですね、この教育プログラムを作りますと言ってるわけですよ。そうするとですね、先ほど私が申し上げた
南スーダンの状況の中に、それもですね、一番危ないのは他国軍への駆けつけ警護と言われる、他国軍が危ないから助けてと言われたときに行く、そして医官は3名、手術できない、そして野戦で緊急対応できる、そういう自衛官の要請は来年からでございますと。この状況でですね、総理、南スーダンに私、新任務の付与というのは、到底無理だというように、現実を見てですね、よくファクトを見なさいと総理はおっしゃいますが、そのファクトから見て、非常に難しいと思うんですが、総理、いかがですか。安倍内閣総理大臣、適切に判断していきたいと思います。委員長。辻元清美君。私はですね、もしも私、自衛隊員の家族だったらですね、どういう質問がしたいかなと思って、今回は考えてきました。本当に治安は大丈夫かな、本当にですね、お父さん、または兄弟行っていいのかな、お母さんがいるかもしれない、そしてですね、もしもの時はちゃんと対応してもらえるんだろうか、両方危ないと思います。ですから、こういうことも未整備なままですね、強行採決をしました。だから自衛隊 PKO に送ってる11月からですね、新任務を付与するというのは、総理、適切に対応しますというご答弁だけでいいんですか、どうですか、総理。自衛隊員の命がかかってるんじゃないですか、いかがでしょうか。安倍内閣総理大臣。自衛隊はですね、さまざまな任務において、困難な任務が課せられているわけでありまして、それは命がけになることも多々あるわけであります。それは災害出動においてもそうであります。現地で十分に対応できないときに最後、自衛隊が出ていくわけでありますが、大変困難な、これは任務になることが多いわけでありますから、それぞれの任務において、まさにこの自衛隊の諸君はですね、危険な業務にも当たっているわけでありまして、そうした業務を指示する際についてもですね、我々も判断をしているわけでございます。そして、今回のこの任務付与についてはですね、このさまざまな状況を当然慎重に検討する中において適切に判断をしていくのは当然のことではないかと、このように考えております。それと受け入れ国の同意については先ほど、辻元委員の方からお話がございましたが、これ受け入れ国の同意は今だ全くこれは揺るぎがないということでございます。辻元清美君。ですね、正規軍の政府の兵士はその部隊の軍服を着ておりますが、ほとんどですね兵服なんですよ。反政府軍と言われる副大統領派もという話も聞いております。私、総理の認識甘いと思います。これですね、アメリカの戦場の心理学の専門家がこういう話をしています。殺される恐怖よりむしろ殺すことへの抵抗感です。殺せばその重い体験を引きずって生きていかなければならない。でも殺さなければそいつが戦友を殺し部隊を滅ぼすかもしれない。殺しても殺されなくても大変なことになる。私ですね、これだけ南スーダンの問題も今限られた時間の中で指摘をいたしました。自衛隊の医療体制の不備ですよ、指摘をいたしました。これで新任務を付与してですね、私、自衛隊員に怪我してほしくないと思います。まして犠牲者が出るという事態絶対に起こしてはならないと思ってるんです。こういった気持ちはですね、国民のすべての皆さんが抱いてると思います。総理も同じだと思うんですね。しかしですね、このような状態で新任務を付与して送るというのは相当の覚悟がないと送れないですよ。総理は政治は結果責任だとおっしゃってます。最後に総理にお聞きします。自衛隊員に万一のことがあったら総理は辞任をする、その覚悟はお持ちですか。それぐらいの覚悟でないと、この医療体制で南スーダンに新任務を付与してですね、危険度が上がります。送れないと思います。万一のことがあったら辞任するぐらいの覚悟必要だと思いますが、いかがですか。安倍内閣総理大臣。
当然この自衛隊にですね任務を付与する以上ですね、私にこの責任があるわけであります。しかし同時にですね、自衛隊の諸君というのは、まさにこれは我が国をの守るため、そしてまた任務を遂行する上において、この身をもってですねその任務を遂行していくということをこれ宣誓をしているわけでございます。その上において私も任務を付与していくわけでございます。いわばこちらも覚悟と当然持って指示をするわけでございますが、しかし同時にですね、同時に自衛隊にしかできない任務を彼らは遂行しているわけであって、現在であってもですね、この南スーダンにおけるこの PKO 活動、どこの PKO 活動にしろ、これは危険が伴うわけであります。当然この危険が伴わないのであればですね、これはそもそも自衛隊が果たす任務ではないわけでありまして、海賊対処活動もそうでありますし、この南スーダンのこれは PKO についてもそうでありまして、この南スーダンにつきましてはですね、中央アフリカやコンゴ民主共和国といったこれ6カ国と国境を接しており、南スーダンが一刻も早く安定した国家として独り立ちしていくことが地域の安定、ひいてはアフリカ全体の平和と安定につながると考えられるわけでありまして、これまでも我が国は自衛隊派遣のみならず、人道支援や民生支援など大きな貢献を行い、南スーダンや国連をはじめ国際社会から高い評価を受けているわけであります。しかしこれは自衛隊が行く以上ですね、完全にこれ完全に安全な、例えばこの東京で仕事をしているのとはこれ違うわけでございまして、そういうこれ様々な危険が発生するというリスクの中で仕事をしているのは事実でありまして、そういうところに部隊を出す以上、常にそういう危険を覚悟して我々も指示をしているわけであります。辻元清美君。私は自分の身体をかけて自衛隊員を送るんだったら、その覚悟を持っていただきたいと申し上げたんです。長々と事情説明してくださいと言っておりません。これ本当に心配してるんですよ。国会の周りを多くの国民が囲んで取り囲んで強行採決したのは誰ですか。そこまでやったんだから自分の身体をかけてくれと言ってるわけですよ、ね、自衛隊の皆さんに今この場所から敬意を払おうって拍手するよりも、総理の仕事は医療体制を整えたり最後は責任を持つということを自衛隊に向かって堂々と自分の身を閉すということだと思います。それを申し上げて、ちょっと残念な答弁でした。ちょっと悲しかったです。終わります。